福岡、山口ライナー福岡、山口ライナー福岡、山口ライナーは、福岡県福岡市と山口県山陽の田し、宇部市、山口市を結ぶ高速バス路線である。2001年の山陽自動車道宇部、下関線開通に合わせ、山口、宇部地域と福岡市街を結ぶ路線として開通した。山口、宇部と福岡の間はかつて高速道路が開通する。 以前に国鉄バス、西日本鉄道などにより関門急行線として長距離バス路線が設定されていたが、道路線は高速道開通以前の1977年に廃止になっており、24年ぶりの事実上の復活と言える。また、JR 九州バスにとっては1994年に廃止となったサザンクロス、博多号以来7年ぶりの本州方面路線であると、 共に初の本州向け中高高速バスでもある。福岡市の繁華街である天神を経由するが、天神にあるバスターミナルを管理する西鉄が運行に関与していないこともあり、同ターミナルには乗り入れず路上のバス停に停車している。なお、西鉄と共同運行しない JR 九州バスの路線としては天神を経由する唯一の路線である。当初は途中停車地を山口市内、 上市内の市街地の一部のみに限定していたが、需要喚起の目的もあって、停車地が増加しており、現在の所要時間は、当初より伸びている。金曜日祝日を除く平日号往復、金、土、日祝日7往復の運行。毎日運行の号往復のうち、山口初午前と福岡初午後が4往復、福岡初午前と山口初午後が1往復。金、土、日祝日は、 山口発が早朝と夕方に、福岡発が昼過ぎと深夜に各一本追加される。JR 九州バスが毎日運行の便のうちの3往復、中国 JR バスが毎日運行の便の2往復と、金、土、日宿日運行の2往復を担当する。福岡発深夜便は夜中近くに福岡を出発し、未明に山口県内に停車するダイヤで、 中高便に比べ、停車地が絞り込まれている。座席は、全席予約指定制。上新川駅では、上市営バスのターミナルに乗り入れる。また、上新川駅にある、上市営バス新川営業所で道路線の予約発見業務も行っている。太地は停車停留所。福岡県内のみ、及び山口県内のみの利用は不可。は、夜行便も停車する。 停留所、博多バスターミナル t v 急前、福岡天神五福町で入り口をのだ。インターチェンジマイナス港のうち三洋をのだし、役所前から、ルカワ大学病院前から、宇部新川駅時は公園入り口宇部南、インターチェンジ小堀インターチェンジ新山口駅、北口国道9号湯田温泉通り、山口駅途中、スオーナパーキングエリア、小貝ーで、約十分の休憩がある。 過去の車両、ありがとうございます。